どうやらワイドローラーの横振りがやばすぎる。なんだこの暴力は。こんな強くていいのか。短い。まずい。終わったわ、もう。お、あ、弱っ。あ、これもういかにんゴミだ。え、待って、強くね。え、待って、強すぎる。は、え、壊れてる。壊したな。塗り強塗り強くて笑った。塗り強くて笑った。トルネードやばいって、なんで。トルネード俺全然やばくないと思ってんだけど。お前らトルネード使ってる、俺はカニで仕分け上げるから。お前ら、いや、今回で間違いなく一番やばいのはクワットだね。もう確信してる、クワットが一番やばい。どう考えてもクワットもティア X になった。やばいでしょ、これ。どう考えても。これマジどう考えてもやばいですからね、ちなみに。これマジで終わった。完全に。サメライド、もともと、そんな悪くない性能してるのにさらに終わった。エアプの意見により。まあ、てかこれか、サメはこれぐらいの強さでいいんだよな。クワットのメインを弱くしてくれればいいわ。結局のところ。これ結局悪いのクワットだしな。え、黒傘とか多分傘間に合うんじゃね？ワンちゃん間に合わねえか。クワットが頭おかしすぎるだけか、これ。クワットとかいう武器頭おかしすぎる。もう多分、三種の神器決まったね、このゲーム。シャーカー、クワット、ジムワイパー。これ多分三つ並んでると思う、強さ。もう並んでると思う。まあ、シャーカーとジムワイパーが、まあ、ちょっと抜けてるかなぐらい。クワットと比べて。それぐらいだね、でも。でも、それに並ぶね、もう。この性能は。もう今、ただでさえ対抗戦結構いるのに。多分この3つで戦うことになる、この1ヶ月半は。まあ、ザップがちょっと楽しみだよな。まあ俺はそんな強くないと思ってんだけど。結局ペナアップこれ適用されるらしいんだけど、どうなんだろうね。なんか大味な試合になりそう。適用されてる？あれ、ここ適用されない？あ、されてるわ。なんかわかんねえ、この画面だと。この画面だとなんか時間感覚ずれるわ。
ザップは結構面白そう。いやでもこれぐらいでいいと思う。これ今ちょうどいいと思う。マジで用スペシャルになった。面白いこれは。これ面白いよな。多分だけど、テナップザップはちょっと流行って結局消えると思うんだよな。結局このゲームどっかでメインで行かなきゃいけないんだよ。で、そこでペナアップつけたザップで前出れるかってなると、っていう。なんかやるんだったら、ザップとジムワイパー組まして、ジムワイパーにペナアップ持たせるとか、なんかそういう感じになりそうだけどね。ザップは多分ペナアップつけないんじゃないかな。他の、対面頭おかしい強い武器でやるんじゃないかな。結局ペナアップってゾンビとそんなにいい相性良くないと思ってるから、俺は結局難しいよね。ゾンビつけれんくなるからね。ゾンビ無駄になること多いから。